どうも皆さんこんばんは。 MC にがり AK 赤いなずまです。さあ今週の、サンデーフリースタイル早速飛ばしていきましょうか。 UMB 地獄のベストバウト100連発最 UMB 地獄のベストバウト今日は7本目です。さあ私が、本日紹介させていただくバトラーはこちら、バン UMB 2011千葉予選和乳道 VS 八ブスル、こちらの、バトルを紹介していきたいと思います。はい、このイケイケな和乳道さんが、かっこいいで、こうそのゆったり構えてんだけど、やっぱりこう、まあ、あの九十九里から来てるわけじゃないですか。八ブスルさんは体が大きい、シャッシャッタイクうわみたいな戦いなんで、そこ、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、はい、一番の見どころ、これだけを一つ言います。一番最初にこう握手してから始めましょうかって始めるわけですね。ただその時に左手で握手をしてるんですよ、お互いに。うん、なんか面白くないですか。どっちなんだろう。たまたまマイク右で持ってたから左手で握手したのか、もう、まあ、MC バトルだから、もうそういうね、こう戦いの意思なのか、どっちなのか、それを、皆さん考えながら見てください。私には分からなかった。まあ本当これすごいいいバトルなんで、ぜひ皆さんに、見ていただきたいなと思って紹介させていただきました。ではまた来週行ってみましょう。イエー。言いたいことは別にね、紹介をフリースタイルでやる意味も別にね、ただなんか知らないけどやってるだけ。イエー。とりあえず大事なのはこの後のインタビューチェックしてくれ。今日は富山代表エフトラ来てくれてます。よっしゃ行ってみましょう。 VTR レディーパイ。俺今週の、サンデーフリースタイル、前回、石川チャンピオン、ジョニーザサナタさんからの、お友達紹介で、今週は、富山チャンピオン、いや富山チャンピオンですね、エフトラに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、まあ今年コロナで、まあ、UMB 予選ができてないとか、まあ結構コロナによる、なんかまあエフトラ君自身の活動への影響っていうか、なんかイベントできなくなってとか、結構あったっすか。そうですね、自分がもう、まあ企画してたやつが結局中止になったりとかってことあったんで、まあそうですね、ライブとかそのイベントは減ったんですけど、まあ別に曲は、うん、作るんで、すげえなんか大きく変わるって感じは、もちろん寂しい思いしたんですけど、それぐらいで、まあ、でもそれで会わなくなる人みたいな、やっぱいるんで、会ってないとなんかなかなか会わないって人もいるんで、すげえそういうなんかのは感じましたね。街への影響はありますか。まあ、あの予選やってたジャングルもそのしばらく閉まってましたし、お店とかも、まあ別にいつも行くとこって感じはないですけど、やっぱそれで影響で潰れちゃったりっていうとこはあったみたいですね。なるほどです。自分のなんか生活エリアにはそんなにあんまり影響はそこまでなかったかなみたいな、まあ、見えてないところであるとは思うんですけど、なるほどなるほど。今は結構イベントとかは、まあ、ジャングルとかも含め結構だいぶ戻ってきてますか、はい、その夜のイベント。はい、ぼちぼちですけど、人は前より、まあ、自分の感覚なんで分かんないですけど減ってる感じはあります、ね、なんかコロナ制作エピソード的なのがあれは、あ、すげえ曲は作りましたね、すげえ作って、まあ、もうなんかできてる作品とかもあるんですけど、まあ、そのなんか仕上げの段階ぐらいな、最終フェーズぐらいのところで止まってたりとか、なんかまあいろんな変化、作品一つにガッて集中じゃなくて結構いろんなやつやってたんで、この期間で、まあ、なんかおいおいって感じですね。なんかなるほど、今言えることはって感じですけど、すごいたくさんビデオも撮ったりとかいろいろ、そうですね、来年とか年末にかけてお願いしますって感じで、お願いしますって感じで。そう、今こうみんながエフトラ君の楽曲の方をこう、はい、追いたいっていうか楽曲聴きたいっていう人は何がいい？ YouTube で、はい、今年の2月に実はその CD 出してて、それのからの1曲が MV で上がってて、
CD 自体はネットで買えるとこもまだあると思いますし、自分のバンドキャンプのページでも一応買えます。でそれはもう、うん、あの CD でしか出してないんで、なるほど、フルとかでは聞けないんで買っていただく形になるかもしれないですね。あとジャンガルでも売ってます、うん、なるほど。じゃあ富山県内の人はもうとりあえずジャンガルに遊びに来いよという感じで、じゃあ取り扱っていただいてるんで、で、まあ、ちょっと動きづらいと思うんですけど、はい、ではこう県外だったりとか今動けない人たちはこう何がいいかな、一番ツイッターとかが一番あらとか、そうですね、バンドキャンプ調べていただいたりとか、あとなんか普通に多分そのWe Not Recordsさんとかそういう感じのところでも売ってると思うんですね。うん、まあ、本当連絡してくだされば発送するんで感じですね、はい、連絡してください皆さん、よろしくお願いします。この作品のこう中身というか、なんかどんな感じに、わかんないです、ちょっとなんか共作とかもあって、例えば、ああなるほどなるほど、ビートメーカー一人と俺みたいな、うんうんうん、なんかあんまり聞きなじみないようなことやってるとは思います。うんうん、なんですかね、でも海外の人らと今作ったりとかしてます。へえ、そういうのは面白いかもしれないです。なんかなんて言うんですか、ビートとかもやっぱ全然多分違うと思いますし、うんうん、すごいドラムが超少ないビートとか、まあ、ドラムレスっていうそういうようななんかやつで書いてる曲とかもあったりとか、あとなんかすごい 3MC で作ってる作品とかもあったりとか、うん、まあいろいろあるっすね、本当にまだなんか途中段階で言えること少ないんですけど、もう作品に客演で参加したやつがもうちょっとしたら多分聞けるようになってきたりとかあると思います。うーん、ありがとうございます。いやーその少ない情報でかなりもう楽しみにさせてる。結構その海外の、まあ、ビートメーカーだったりとかっていうのはなんかそのどっちからアプローチをかけたりするんですか、そのなんか F トラックメーカーの場合もあったり向こうからのもあったりとか、友達がその海外のやつにこう PR してくれたりとかして、プロモそういうのでプッシュしてくれて、向こうがいいリアクションでじゃあなんか作ろうぜみたいなやり取りがあってとか、うーん、って感じですね。いや、ありがたいっすね。いや、むっちゃいいっすね。はい、いや、なんかやりたかったことやったんで、結構なんかそういう意味では今年はなんか俺の中での小さいなんか目標みたいなのは結構クリアっていうか、こうなんか、なんていうんですかね、すごい近づけたものとかあって、いい感じの一年だったと思いますね。まあ表には全然出ないんですけど。まあでも貯めて貯めて、まあ来年なのか再来年なのか、こう、がっちり、こう、まだ自由に動けるようになった時に、何発あってもいいですからね。はい。いや、最高だと思います。本戦、まあ予選含め、なんかこう、UMB で印象的なエピソードがあれば教えてください。その、こいつやばかったとか、楽屋裏の動きこいつかなりかましてたなとか、なんか印象に残ることがあれば。いやでもこれどうなんですかね、あんまりすごいガンガン人と交流してたって感じじゃなかったんで、一緒なんかお話しされたりとかあったんですけど、結構なんかそわそわしちゃってでもなんかすげえ覚えてるのはこれ結構よくない話っていうか、いい話じゃないんですけど、自分が去年ですかね、はい、大阪方に負けて結構なんか悔しくてみたいな、うん、悔しくてこうステージ終わってステージからこう舞台裏っていうか裏にこう入って、うんうん、じゃあ向こうの方がなんかありましたみたいな感じだったんですけど、結構俺悔しくてなんかいや俺負けてないですけどねみたいな熱いみたいなのしちゃって、これはなんかもうそうですね、あの今思えば、その時は、いやもうかましたからみたいな感じだったんですけど、みたいな感じだったんですけど、普通に、そうっすね、あの、負けたっていう事実は変わんないんで、負けてんじゃんみたいな感じなんですけど、それがなんか俺の中の記憶と、あとはまあ、そうっすね、負けた感じっていうか、こう、バトルの感じはなんか、何言ったとか全然覚えてないですけど、うん、まあ、悔しい思いしたのはすごい覚えてますね。うーん、ありがとうございます。いや、かなりいいエピソードだと思いますちょっとなんかよくはないっすよね、別になんか
普段そういう感じのこと別に言ったりするわけじゃないんですけど、うん、感情的というか言っちゃいましたですね、こう珍しくって言ったらあれだけど、こうクールなイメージがあるんで、結構昔からそんなこともないです、ね、そんなこともないです何かおっしゃったりする時もありますしなるほどです、ありがとうございます。そしたらまあ、このインタビューをこう見て、まあ、そんなエフトラ君をこうだんだん気になってきてる人がいっぱいいると思うんですけど、はい、そのエフトラ君にこう例えばライブを直で見たいとか、ちょっと会いに行きたいとかっていう人はこう、なんかレギュラーでイベントやってたりとか、出没情報をこう、あ、そうですね、はい、告知させていただいていいってことですよね。もちろんで、これが11月の22のなんで今週の日曜日に上がるんで、はい、それ以降だったらまず定期的にやってる自分ら周りのパーティーがあって、うんうんうん、自分ともう一人ビートメーカー兼 DJ のレッドドラムってやつがいて、うん、そいつと俺がなんかメインで考えてやってるイベントがジュラシックパークってやつで、うん、それが奇数月の第2土曜にやってます。先週あった感じですね、今収録はあれなんですけど、はい、先週あった感じで、そしたら次は1月の第2土曜、そう、今1月の第2土曜なんで、1月9日ですね。ちょっと年明けすぐなんですけど。いや、逆にもうこのタイミングで11月22の時点で、もう1月9日って、はい、もう言ってるんで、ぜひこれ見た人は皆さん、絶対開けれるっす。もう1ヶ月前だったら開けれるんで、開けてください、皆さん。ちょ、もう1個あって、はい。結構自分の今までの中で一番でかいショーなんですけど、これが来月になるんですけど、うんうん。松本で、おお、デビルズパイソニックっていう、ソニックなで、年末29日ですかね、うんうんうん、2月29日に年末デビルズパイ赤太鼓と一緒にさせてもらいます。これメンツかなりやばいですねかなり、はい、すごいたくさん飲んでて、これはもう絶対に最高なんで、銀行の方はぜひ行ったんですね。まあ、ちょっと動きづらい方もいると思うんですけど、うん、もうぜひ長野の皆さん行ってください。松本はこう真ん中でどこからでも行きやすいと思うんで、県内、はい、ぜひそんな感じですかね。なるほど。そのさっきのジュラシックパークはジャングルで、そうですね、ジャングルでやってます。ナイトですか、デイですか。ナイトですね、はい、ナイトなんで、まあ、子供たちはもし行きたかったらこううまくそんなっていいんですかね、まあ、ダメか分かんないですけど、まあなんですね、まあ、その子供たちも、何かあるかもしれないのでぜひいいですね。なんかあと告知することとかってもしあれば。楽曲、そうですね。楽曲をなんか、今年から来年にかけて、チェックしていただければ、うん、一応 Spotify とかでも検索したらなんか、ちょっとでも自分の曲出てくると思うんで、自分が入ってる曲とか、うん、何かしら、チェックしてくだされば嬉しいですね。ありがとうございます。皆さん、はい、EFTRA、f t r a、はい、得意のパソコンで皆さん検索してください。スマートフォンで。お願いします。この動画を見てる画面の向こうの人々へこう何かありがたいメッセージをいただきます。いや、まあ、特に分かんないです。でもなんかみんな音楽たくさん聴いております。なんかうちにいることも増えたと思うんで、音楽たくさん聴けばいいと思います。ぜひ、ざっくりなんですけど、そんな感じですね。言えることは、はい。まあなんか富山の人とかも富山の音楽聴いてほしいですね。ぜひ。そのエフトラ君の周りの、はい、まあ、仲間たちとか、まあ、地元の先輩後輩でもいいんですけど、はい、その地元の仲間周りでこう、まあ、おすすめのアーティストだったりとか、こいつのこの曲なんかみんな知らないけどこの曲やばいよみたいな、こう
イケてる仲間を紹介してもらえたら。まあ、俺の曲をまず聴いていただきたいんですけど、うん、それはもちろんなんですけど、誰ですかね。まあ、ほんと側近ってか、近くで言うと、あれっす、赤太鼓、さっきもちょっと、レッドドラム。彼のビートは、もう、最高です。まあ、地元っていうか、まあ、よく一緒に曲作ったりする仲間で、長野の QSI ってやつのビートも最高ですし、うん、そこら辺の、なんか俺ら周り同い年の、結構みんな、いい感じっすね、今。うんうん、とりあえず、誰かのビート聴いてください。なんか俺との曲も多分、聴けるところでは聴けると思いますし、彼のインスタグラム行けばなんか多分ビート上がってるんで。うんうんうん。でも、赤太鼓で調べる方がいいですか？レッドドラムで調べる方がいいですか？レッドドラムの方が出るかもしれないですね。うんうんうん。その後、Apple Music にも一曲ありますもんね。赤太鼓&エフトラで。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。あれですよ。実は。あれむっちゃやばい。富山市が、ぜひ皆さん聴いてください。富山市が、お願いします。お願いします。なるほど。前回ジョニーさんからの友達紹介で、じゃあ次はエフトラっていう風になったんですけど、はい。もうエフトラ君からも、2019の次の、去年のチャンピオンですね。はい、誰かお友達紹介お願いします。お友達というほどすごい交流があるわけじゃないんですけど、うん、一回イベント一緒になって、だから昔も実はジャングルでお会いしてたりとかで、うん、福井のゆうとさん、おバックマーメイドって言ってるゆうとさん、すごいなんかすごい交流深いわけじゃないですけど、なんかちょっとお話しさせてもらったんで、うん、北陸ですしゆうとさんに回したいと思います。おありがとうございます。ゆうとさん、去年の福井予選で会ったんですけど、はい。やっぱ目つきがすげえ気合入ってますよね。ああ、そうっすよね。ちょっとキリッとされてるし。キリッとしてて、フリースタイルもかっこよかったので、次回も皆さん楽しみにしてください。次回、はい。福井チャンピオン、ゆうとさんが来てくれます。というわけで、今回は、富山チャンピオン、いや、富山チャンピオン、エフトラに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週も行ってみよう。ごきげんよう。